1980年代韓民国大統領選挙は、第11代大韓民国大統領を選出するため1980年8月27日に投票が行われた選挙である。統一主体国民会議代議員による選挙の結果、全都間国保委常任委員長が当選し、第11代大統領に就任した。 1979年10月26日の僕、正規大統領暗殺後、祝軍クーデター、非常戒厳令拡大措置を経て、政治の実権を掌握した、全都館中央情報部部長代理は1980年5月30日に、大統領の諮問、補佐機関として発足した、国家保衛費調対策委員会の常任委員長に就任した。 全都韓国保委常任委員長は8月5日、大将へ昇進した後同月22日に退役した。一方、蔡経華大統領は8月16日に、この国における平和的な政権交代の模範を示すため、大統領を辞任する胸の声明を発表し、突如大統領職を退いた。蔡経華の辞任により、僕ただし君国務総理が権限代行となり、 8月27日に進む中大育館で行われた統一主体国民会議大議員による投票の結果、唯一の候補者である全都館国保委常任委員長を第11代大統領に選出した。9月1日、第11代大統領就任式が行われ、全都館は正式に第11代大統領に就任し、 翌二日には、南特有を国務総理とする内閣を発足させた。ありがとうございます。